浅田藩は、江戸時代、摂津国豊島郡、川辺郡などを領有した藩。藩長は、豊島郡、浅田村の浅田陣や藩主は、戸様大名の青木家。初代藩主は、青木一茂。表高は、元那元年の立藩時には一万二千国で、元那三年の文治後は一万国である。初代藩主、青木一茂の父、茂直は、美濃国出身で、 当初は、美濃の守護大名、時頼のりに仕えていた。その子一重は当初今川家に仕え、今川家没落後は、徳川家康に仕えた。三方ヶ原の戦いでは、実定の主義常が討ち死にし、その翌年の天正元年に、徳川氏の元を出奔し、織田信長の家臣である、庭長秀に仕えていた父、重直を頼り、長秀の家臣となる。 長秀の死後は、重直と共に、橋場秀吉の家臣となった。慶長19年大阪冬の陣で一重は、豊臣方の和議の使者として、駿府に下校したが、その木と京都で拘禁され徳川方の捕虜となった後、九州、家康の軍門に下り、摂津国と島軍、宇内軍及び、備中国と伊予国に所領を与えられて、浅田藩を立藩した。年。 摂津豊島軍・川辺軍の一部一万二千国で、青木・和重を藩主として成立した。源那三年までに一重は、旗元で弟の家直に二千国を分治したため一万国となった。源那五年、一重は家ジ家のこの重県を養子市にして、後を継がせた。同じく一重の養子で拝着された、青木・正重は、官営年間、重県を補佐している。 寛永三年には、宇内軍及び、伊予国の所領は、摂津国豊島軍、川辺軍に移された。重県には、娘しかおらず、漢文十二年に、徳川や子さんの不大筆頭である坂井家と越前、朝倉家の血を引く重政を養子とした。重政は大番頭や蕎麦衆を務め、将軍、徳川綱吉から厚い侵入を受けた。 元禄6年8月15日に69歳で亡くなったが、この時も綱吉から爺の森雲前らを派遣されている。以後、浅田藩は江戸時代を通じて青木家が治めたが、漢文年間に大爆衆仏日時のガラン建築を行ったため、藩財政は急防した。酒や油などの必需品の領内生産の奨励、藩札の発行等の策を講じたが効果がなく、 後に、藩札の管理は領民に委ねられた。明治4年に、廃藩地県を迎え、浅田藩は、浅田県となった。藩主青木家は家族に劣死し、明治17年の家族令で西尺に死者に除諭された。戸様一万二千国一重、十五位下、民部省有、重県、十五位下、海守、重正、十五位下、海守、重森、十五位下、海守、 数のり十五位下海守る一と十五位下では守る二天十五位下内善生一神十五位下美の守る一貫十五位下海守る一停十五位下海守る十龍十五位下駿河守る一教十五位下美の守る一みな十五位下海守る重吉十五位下民部少有 ありがとうございます。